どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はアプデでスペシャルポイントは減ったけどスペゾーは何個積むべきとなります。トライストリンガーはアップデートによって必要ポイントが10ポイント減りましたよね。でもこの10ポイントってどれくらいなんでしょうかね。意外とこのスペシャルポイントって感覚でやってると思うので計算してみると面白い感じになります。そこで今回はトライストリンガーの塗りポイントの計算からスペゾーを何個積むべきなのかをまとめていきたいと思います。1以上積むべきか、それとも積まなくてもいいのか、参考になれば嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。今回は数値的な話が続きますので結論から話していきたいと思います。結論としてはギアは1か 1.2 が好ましいかなと思います。理由としては必要ポイントの減少の OK の大きさと塗り回数の違いに差が出る部分だからです。塗りポイントはスペゾーなしで190ですが、スペゾー1で174ほどになります。スペゾー 1.2 で167ぐらいとなります。数値としてはかなり大きく下がりますよね。さらに塗りの回数としては射撃1回分に相当します。弓はいろんな打ち方がありますが、その打ち方次第では2発分の差がつくようになっています。短時間で効率よく貯めたいときはとてもこの20ポイント近くの数値は大きい差となってきます。またこれ以上のギアを積んだ時ですが、シリーズボミになって少なくなっていくので、そこまで恩恵は大きくないかなと思います。その点を考慮した時に1か 1.2 が好ましいのではと今回は結論付けてます。それでは具体的に塗りポイント、スペシャルポイント、射撃数、それぞれの数値で見ていきたいと思います。まずトライストリンガーの塗りポイントについてですが、散歩などで検証するとこのような数値となりました。通常打ちは15から19、ジャンプ打ちは8から13、アンチャは20から21、フルチャは14から21となります。足元のインク飛沫や飛んだ時の飛沫配置で若干のブレがありますが、一発14から20ほどの塗りポイントを稼げます。さらにこの中で安定して高いのは反射です。ある一定の距離と横範囲に塗りができることで高い数値を出しています。一方フルチャージは飛沫の影響でブレが大きくなりました。意外と安定してなかったんですよね。どちらとも10発打てばスペシャルが溜まる可能性はありますが、足場のことを考えると反射が一歩リードな気がします。通常打ちも塗りの候補としては最適ですが、自陣塗りや場を整える際にはいいかと思います。射撃速度はこちらの方が速いですからね。続いてはスペシャル増加によってポイントの変化になります。今回はよく見るスペゾーの数で比較をしていきたいと思います。スペなしの場合は190です。スペゾー1個の場合は174です。スペゾー 1.2 の場合は167となります。スペゾー 1.3 の場合は164となります。パーセンテージの下がりとしてはこんな感じです。だいたいこの辺りのギア数になってますが、スペシャルポイントとしては170から160台といったところになります。ギア数によっての恩恵としてはスペゾー 1.2 くらいまでが恩恵が大きいかと思います。この後はシリスボミの数値になりますね。ギアの数が制限されていることを考えると、枠の使用としては 1.2 ぐらいが最適なのではと思います。そこまで枠をつけたくない人は1個でもいいかもしれませんね。先ほどの塗りポイントで言うと一発分の差となります。ただ 1.2 ぐらいになると射撃回数が 1.5 回以上の差となるため、早めにスペシャルを使える状況が作れるかと思います。ちょっとした数値の差となりますが、射撃1回分近くの差として考えてみると大きな差がありますよね。しかも足場の状況次第ではうまく塗れませんので、より大きな差になってくるかと思います。トライストリンガーの塗りポイントとスペゾーの数値が分かりましたので、次はスペシャルに必要な射撃回数を見ていきます。射撃回数についてはマップで検証を実際に行っております。マップによって変化はありますが、このようになりました。
だいたい10発から15発というところですね。攻撃の回数でいうと、実は全体的にそこまで大きな数値の差っていうのはつきません。そもそも 10% ほどのスペゾー効果ですからね。こうやって数値で見るとスペゾーの恩恵があったとしても射撃一発分の近いとなってきます。少なく感じますよね。ですがこれは足場が純粋に整っている時の話となります。実戦では味方のインクや同じ場所からの塗りが想定されるので、もっと大きな差になってくると思います。またこの装置を見る限り、攻撃回数の変化の恩恵を受けるのはギア 1.2 くらいあたりからになります。どうせつけるならこれくらいつけとくのはありかなという感じですね。生存率が高い人ならギア1でも問題ないとは思いますが、このあたりは立ち回り次第となります。スペシャルを貯めるにあたってギアの恩恵や必要ポイント、射撃回数を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。ですがここまではあくまで理論値となりますので、対面を想定して考える必要があります。まず相手との打ち合いをする中での恩恵です。バトル中は常に足場の変化がありますので、スペが溜まりづらくなってきます。特に後衛だと濡れる場所は限られますからね。その中で効率よくスペを使用するなら 1.2 以上はつけていいかと思います。ギア1だとちょっと足りないとか、足場によっては恩恵を受けにくいなと思います。また初動の少ない移動でスペシャルが打てる可能性も上がるので、初動の押し込みが可能になるかと思います。初動は足場も整っておらず敵の位置も特定がしやすいので、スペシャルとメインで押し込める可能性があります。初動でスペシャルは有利な行動となるので、何気ない移動でスペシャルを活用できるのは強い行動かと思います。最後に打開時のスペダメの援護ですね。敵に詰められている中だと味方との足場の取り合いになったりします。こうなると塗り効率はぐっと下がりますので、スペシャルがなかなかたまらないということがあります。これを少しでも解消する方法として、スペゾーを備えておけば数秒でも早くスペシャルを貯めることが可能になります。打開時に貯めるのって意外と焦ってしまいますからね。早く貯まればそれだけメンタル的に落ち着きもします。理論値だけでなく実践で考えると、スペゾーの効果は大きい方がいいかなと思います。なので 1.2 ぐらいがベストに感じます。もちろん対面や戦闘スタイルでギアの圧迫にもつながりますので、それぞれで検証する必要はあるのかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。アップデでスペシャルポイントは減ったけど、スペゾーは何個積むべきは、まあ、いかがでしたでしょうか。今回は具体的な数値を使っての検証でしたが、数値を見てみると恩恵は大きそうに感じます。ただ足場の状況や立ち位置によって塗りポイントの恩恵は受けにくいという一面もあるので、扱いが難しいなという気もしますね。ギアを採用する際は立ち回りに合わせてギア数を選んでもらえるといいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。